皆さんお疲れ様です。 FM アキチャットの中村てと森谷です。よろしくお願いします。ということなんですけど、今回はですね、久しぶりに卒業設計のテーマで話をしていこうかなというふうに思ってます。で、卒業設計ね、すでに取り組むテーマとかがもう決まってて、建築で解決する問題点みたいなのが決まって、あとはもう設計するだけみたいな人もね、中にはいるかと思うんですけど、まだねどうしようかなっていうふうに悩んでる方向けにね、今回のテーマは、卒業設計の敷地選びについてという内容で、話をしていけたらなというふうに思っています。どういうふうなテーマにしようかなっていう悩んでる方も多いかと思うんですけど、逆にね敷地から決めて進むってことも卒業設計は大いにあると思うんで、どういうふうにね敷地を選んだらいいのかなみたいなものとか、私たちがどういうふうに敷地を決めて、どんな敷地で卒業設計をしたのかみたいなところが少しでもね話せてお役に立てればいいかなというふうに思っています。はい、敷地ですね。なんか僕の研究室では、敷地の9割みたいな話もあったり、なるほど、していたので、やっぱりその、いろんな思いもありますが、敷地ってめちゃくちゃ建築にとって大事っていうので、大事なんで、なんかいいヒントを与えられたらいいなと思いつつおります、はい、そうですね、はい。敷地がないとね建築は建たないですからね、同じ考えでもその敷地によって全然違う建築ができるっていうのが面白いところな気もしてるので、何しろ敷地ですね、そうですね、でこれね私の持論なんですけど、なんかよくものづくりってゼロから1を作るみたいなことってあったりするじゃないですか、でも建築設計って違うなと思って、なぜなら理由は敷地があるからなんですけど、なんか 0.2 とか 0.5 みたいなところから1を作る仕事だなっていうのをなんかかっこつけて考えたことがあるんですけど、いいですね。だからね、コンセプトがねみんないくらあったとしてもね、どこですこの建物を作るかっていうのとか、ここの敷地だからこのコンセプトが成り立つっていうものも大いにあると思うんで、建築設計は敷地に左右されるっていうことをね考えながらね聞いてもらえたらいいかなと思います。ということで敷地についてね今日は話していきたいと思うんですけど、私なりにね卒業設計でどんな敷地が考えられるかなっていうのをちょっとね4つぐらい挙げたんですけど、それをちょっとねお話ししていこうかなと思います。でこのね内容は私のねノートに詳しく書いてるので、今日の動画でね気になった方はそちらを見ていただきたいなと思うんですけど、まず敷地によってもメリットデメリットあるにしろ、一つ目は基本型という風に私はちょっと名付けてるんですけど、整形っていうように近いんですけど、本当にある敷地一つに対して建築を提案するという型を基本型という風に呼んでます。敷地は整形なので設計次第というか、ダイアグラムも別に自由ですし、どういう風に建築を作るかっていうのはもう設計者次第になることが多いかなという案ですね。でコンセプトと建築設計が型、これから説明するんですけど、その型よりもより形の提案力っていうものが重要になってくる敷地かなというふうに思います。そうですね、なので基本的に既存の敷地、例えば何かのこう建物の建ったところをこう壊して更地にしましただったりとか、何かの小学校の跡地と か、 なんか既存とその外区にのっとってるような形態が多いのかなっていうのを、この基本形ですかね。そうですね、だからなんか皆さんが実際の敷地を見に行った時に、ここにしようかなみたいな感じで、見つけることは普通にできるのかなと思います。で基本型っていうんですけど、実務でいうとこの型しか基本的にはない感じですかね。だから一般的な敷地を選んでしっかりと設計をしていくというのが卒業設計の基本型かなというふうに思います。ここからがちょっとある種特殊な敷地の選び方かなと思うんですけど、2つ目ですね、分散型というふうに呼んでます。でこれよく見ると多いんですよ、これをでやってる人って卒業設計を。でどういったものかっていうと、複数の敷地を見つけてきて複数の建築を提案するというようなものですね。個人的にはなんですけど、結構難しいなっていうふうに思ってて、なんで卒業設計で分散型の敷地をするの難しいかっていうと、敷
地がやっぱり卒業設計って期間が長いし、結構規模が大きいものをドンって出してきてインパクトある設計をする人も多いんですけど、敷地を分割してしまうとどうしてもやっぱり設計密度が弱く映る可能性があるなっていうところ、で分散型にすると何個も何個も提案をするので、例えばコンセプトは一つでいくつかの建物を作った時に、こことここで形態が違うとなんで違うのかなとか、その一貫性がなかなか作りづらくなってしまう。でここはこうだからこういう建物、ここはこうだからこういう建物って、して設計必要があるんですけど、やっぱりそうなると時間もかかるし、密度を濃くするのも難しい。で建物も小さくなってしまうので、インパクトもなかなか得られにくいのかなと。もちろんね、これで評価を得る作品というものはあるんですけど、まあそういった分散型っていうものが今回一つとして挙げさせてもらいました。それとこうエリア全体としてどういうことを提案したいのかっていうので、うん、建築単体よりはその場所とか街とか、うん、そういうように広げたような提案がこの方は多いかなと思いますね。そうですね、どっちかっていうと街づくりにも寄与するような提案になってるのかなというふうに思いますね。そして、3つ目ですね。これはね、私も森谷もこの方かなと思うんですけど、敷地なし特殊型というふうに呼んでます。なんか敷地の話で敷地なしとか言って申し訳ないんですけど、大学にもね、何人かはいるかなと思うんですけど、簡単に言うと敷地がない提案になってます。例えば、川の上に建物を作るとか、道路の上に作るとか、海に張り出して作るとか、あとは既存の建物の一部をこう縫ったように作っていくとか、そういった提案が、特殊型になってます。なんでこの提案をやる人っていうのはどっちかというと敷地っていうよりかはコンセプトと、あとその場所、この町とか、なんか森谷くんだったら渋谷と代官山つなぐ東横線跡地とか、私だったらちょっと日本橋川の上の高速道路をやったんですけど、そことか、そういった特定の場所、そういうものがあって、そこに建築で場所の課題を解決するっていう提案ですね。その場所自体に問題点があって、それを解決するっていう提案になるかと思うんですけど、なかなかね設計難易度っていうものが上がってくるのかなと。何せ地面がなかったり、建築形態も敷地がないだけ自由になるので、それ相応のコンセプトが必要になって、なんでここでこれをやらないといけないのかなっていうのを明確に言えないと、なかなか評価がされにくい方なのかなというふうに、まあ個人的ですけどね、思っています。多分僕もこのパターンで、うん、結構敷地の特異性みたいのをかなり意識して、うん、かつその自分のコンセプトに合う敷地をもう探しに探しまくってたどり着いた場所ってところで選んでましたね。なんで確かにこのなぜここなのっていうのとコンセプトがマッチしないと大幅にずれてしまうみたいな、成立しないみたいなところなので、かなり敷地の選定理由みたいなのは慎重にいかないといけないパターンかもしれないですね。なんでどっちかっていうと多分卒業設計で何をやりたいかなっていうコンセプトから考えてる人ってよりかは、ここの場所っていうのを先に見つけて、ここで何をしようかなみたいなのを考えて選んでったパターンが多いのかなというふうには思ってます。まあもちろんコンセプトを見つけて、これが可能なのはどういうところなのかなっていうので、まあ、見つけてくる人もいると思うんですけど、どっちかっていうとそっちの方が多いのかなというふうにも思いました。はい、最後4つ目ですね。敷地先行型と名付けているんですけど、この先行っていう意味は敷地を見つけてきてコンセプトを見つけるっていうものではなくて、その敷地の形で建築の形態を決めてしまうような敷地っていう意味です。ちょっと意味がわかるかな。ちょっと絵があったら出そうと思うんですけど、例えば川沿いに敷地を設定した時に、どうしても川沿いって細いから細い建築になるじゃないですか。そういったようにある程度敷地に特徴的な形態があって、でそれに合わせていくように建築を提案していくっていうものですね。街の中の街区をこううねうね曲げて敷地を設定した時に、建築もうねうね曲がった建築になるじゃないですか。そういったもので敷地によって建築の形態が決まってくるというような敷地になってます。そうですね、なんか敷地の特異性が建築の形態にこうリンクしてくるって意味合いですかね。僕実はこの3番と4番の掛け合わせかなと思っていて、
僕の卒業設計も携帯ってほぼほぼこの敷地の形とほぼ一緒で、うん、それをどう分割するかみたいなところだったので、うん、そういう意味では敷地が決まったからこそ建築の携帯が決まったみたいなところでもあったので、うん、まあちょっと参考にしてもらえたらイメージは確信ないなと思います、うん、そうですね、うん、コンセプトと敷地と建築形態のつながりの部分で、うん、一番最初に言った基本型っていうのは、うん、コンセプトと敷地と形態が一個一個考えればよかったもの、うん、ただこの敷地先行型とか特殊型っていうのはある程度敷地と建築形態がリンクして同じもので、まあコンセプト先なのか後なのかにはよるんですけど、そういった特徴があるのかなというふうに思います。でこのね FM アーキチャットの動画でも一回出てもらったトモさんの卒業設計が動画に上がってるんですけど、それはねすごい大きい公園の周りに囲むように作っていく、そういったものもまあある種敷地先行型なのかなというふうに思います。ここの沿いに作っていくっていう時点で建築の形態は決まってくるじゃないですか。じゃあまあそれをどういうふうに作っていくかっていうのは設計者次第なんですけど、そういったところもあるのかなというふうに思います。敷地ってやっぱり場所によって異なったり特殊なものだったりもするんで、結構ねこの選び方によっては一気に建物の見た目が良くなったりもするので、個人的にはですけど結構評価を得やすい敷地の選び方なんじゃないかなというふうに思ってます。なんでこの形にしたのっていう疑問点が生まれにくいっていうのと、設計として敷地沿いに作るっていうのは結構見た目的にもいいかなと。もしね敷地悩んでる人はこういう敷地を見つけたらいいのかなとは思うんですけど、まあでもやっぱりねコンセプトによって敷地の選び方っていうのは変わってくるので、まあ自分のねコンセプトをしっかりと見つめ直して自分に合う敷地はどういうのなのかなっていうのを考えてもらえればいいかなというふうに思います。はい、ちょっとまあ余談にはなるんですけど、なんか規定されない敷地の選び方っていうのをした方がいいかなと思っていて、でそれのうちの一つとしては地元を選ぶとか、なんか地元のここをこう変えたいっていう、でその人の地元の思いっていうのは他の人が否定できるものではなくて当事者自分の思いなので、まあ、絶対否定できないっていうので、かなり強いパワーを持つなっていうのは思ってます。であとは本当にコンセプトの方で絶対ここじゃなきゃいけないとか、こういう歴史的文脈からここなんですみたいな誰も否定できない思いを持っていると敷地で足元を救われるってことは少ないのかなみたいなのは思ってました。であとは設計とか模型の話になると、僕もそうだったんですけど、広い敷地にするとどうしても全体模型を作った時に平べったい建物になってしまう、そうすると500石とかで空間が全く見えないみたいな、200石でもどれくらい見えるかなみたいになっちゃうので、そこがすごいやってみて難しかったところだなと思いました。難しいですよね結構、難しい、うんうん、私もそうだったんですけど、一部しか作れないんですよね、うんうん、その全体の配置模型は作るんですけど、うん、メインの100分の1とかの模型になると全部は作れないんで、うん、一部分を作ったりすることになるんですけど、そうすると逆にコンセプトが見えにくくなったりもしてしまうので、うん、あと一つの敷地でねドカンと作ってきた人のインパクトでなかなかすごいものがあるんで、うんうん、そういったところと戦うってことを考えると、うん、敷地選びはねなかなか難しいものでもありますよね、うん、なんでこうまとまった敷地に空間を見せる建築純粋に提案するパターンと、うん、まあ、それもやりたいけどでもやっぱこうエリア全体の街づくりとかを考えた面的なパターンみたいな、その2つのやり方があって、それぞれメリットデメリットはあり、うんうん、なんか自分の提案はどっちで戦うかみたいなのは敷地選びのところでもこう出てくるのかなみたいなものですね。そうですね、うんうん、本当に純粋な建築形態とか空間の中身で見せたいのであれば基本型を選ぶのがいいのかもしれないし、より細かさで街全体を変えていくっていう提案をしたいのであれば分散型がいいのかもしれないし、街っていうかこの場所問題となる場所を見つけて建築で何かを解決したいっていうのであれば敷地なし特殊型だったり敷地先行型を選ぶっていう自分のね提案の内容によって考えてみてほしいなというふうに思いますね。まあ卒業設計は集大成でもありますので、自分のねやりたいことは何なのかっていうのをしっかり見つめてね、敷地もしっかりと選んでいってほしいなというふうに思います。で本当にねコンセプト何やろうかなとかテーマどうしようかなっていうふうにね、悩んでる方はねぜひね敷地から決めてみるっていうのもある種一つの手だと思いますんで、ぜひね敷地先行型なり試してみてほしいなというふうに思います。この動画がいいな参考になったなと思ってくれた方はぜひグッドボタンコメントチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは皆さん疲
疲れ様でした。お疲れ様でした。なんかあの僕の時は東横線の跡地選んだ人が確かなんかの部品店出したら3人ぐらいいて、うんうんうん、その年の多分こう人気な敷地とかも結構ありますね。まあね、ちょうどね、うん、建て替えるとか、うんうんうん、地下化するっていうので話題になったタイミングっていうのももちろんありますよね、うん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 、ありますね。なんでこういわゆる人気の敷地みたいのもあったりとか、うん、あと毎年誰かしらやる敷地みたいのもあったりとかはしますね、うんうんうん、なんかその時にちゃんと自分なりの説明ができると、うん、やっぱりこの作品に対しての深みが出てくると思うので、うん、ぜひなんか自分の思いと敷地、なんかその敷地が本当に大好きって言えるようになった方がいい気もしますし、うんうん